ていた。恐ろしかった。毎日見る熊が何十匹も現れる。それも中杉の小学校の占いのいつも。
楽とか歌の時になんで止めるかというと、うん、音楽は全部権利のもんで、権利があって、うん、勝手にできんのよ、うん、あけあの音楽はちゃんと音楽の版権いうか著作権の問題があるけ、うん、けこの曲が鳴ってる時とかそれは外しとかね。寒いな、これ消した上、消しただろ、消した、消したらへんで20度にしたらいかんわ、あんた20度にしたら寒いわ、冷房としても20度寒いの、あんたじゃあ20度にしたらいかんって20度なんかしたらいかんで、暑かったくん、いや、それは下げてもいいけど20度はいかんって、20度はもう冷房と一緒じゃん、そんなこれ25度がもう普通なんだ、暑かったら20度なんか下げたらいかんって、そんな冷房じゃないんだけど、つけようがいいよ20度だったら。失敗したくやくの。その項目さえつかめば島の高野石を出返しにできるんですね。殺されたやすけは粕屋の正体と知っていたのか。3年間やすけさんは島の頭を追ってました。3年も、はい、3年前息子の見習い同士が島を探索中に殺されたんですよ。はい、そしてとうとう柱を見つけ出して、息子と同じように殺された。ジャンポンする、ジャンポンは、いや、あれ、あの、フルなるけ、うん、一番気の毒なのは自分の分も作ってよ、一人残された、うん、二つ作って分けてよ、おちょうちゃんという、まだ八つの娘です。おちょうちゃんは、やすさんの死を知ったの涙一つ返さなかったそうで、
島の頭については何も言わなかった。お役目のことは何も話しませんでした。おじい様が言っていたのはいつも一つのことだけ。それは生きていけるようにと。わしも行き先は知らんのかい。本当だって。わしにまでこんな水臭い真似をなさるとは。久しぶりに見たこの人。
ますよ。もう一度会おうということで別れました。後につけようかと思ったんですが、大臣の仕事の中について指名まで口に言わなかったから友人の契約ですから、万が一文章踏んでもってもつけずにやめました。いや、それでいい、まあ、出会ったのは偶然とは言ってからだった。俺はお前を探してるんで、まさにそれを見せてる。まあ、大きかった今。うん、あ、いや、やつだけでは足りない。一味とと残らずひっくりだよ。どうして？マサ、どうもおかしいのがありません。この城前切りは確かにお頭ならではの技ではございますが、何よりも鳥働きを嫌っております。何か言いたせたの？口ではよく言えませんが、何かこう以前のお頭と少し様子が違って。蝶の話か？それもございますが、例えば私の知っているお頭なら、今日もすぐに自分の盗人宿を教えて、そこへ来いというはずでございます。お前の言葉どおりになったら、亀屋の一件は大物になってしまえばいい。明日は俺に言ってみる。佐藤の宿命の家。この2軒先ですが、今はどこですね？なんでもおかみさんと同時に出かけたってことで。いつかい？さあ、いつかいるかな。いや、明日はこの通り引っ越してきたばかりなもんですから。例の亀屋の一件も調べて。下働きの女の行方がわかんないんですってね。お前なぜ知ってるんだ？だって、ついさっきの町方の旦那がお調べに来たばっかりだ。とにかくね、うるさくてかなわなくてんで、同時に逃げ出したって話ですが、樋口って亀屋の家に囲まれてしょっちゅう出入りしてたそうじゃありませんか。お仕事は黙ってろ。つながりともあるんですかね。よし、喋るやつかな。亀屋のことで何か聞きたいことがあるから、久々に盗賊跡に盗賊あるための旦那で、こいつはお金や。承知いたしました。どうもご苦労様でございます。まだですか？何だとどうしたんだ？お前の役目は？それはよく分かっておりますね。ただ、これだけはお頭の胸に入れといた方がいいと思いまして。亀屋の一件に盗賊改めが出張ってきました。何？盗賊改めの？重の市に呼び出しをかけてきた。でも今のところはまだ何も感じられないんですが、
通りにしろ。嫌です。うまく言えば私が。またその話か。何遍言ったらわかるの。重の位置とかって詐欺蔵の急ぎ働きに一役買っていたとき、その一緒の目がいいんじゃねえ。でも私がもっとしっかりしてたら気がつかないはずはなかった。坊ちゃんを殺したのは私です。私にはまだ坊ちゃんの最後の声が耳から離れない。お願いです。私にも何かやらせてください。わからねえ。おかしら。まだわからねえのか。おめえは面が割れているんだ。待ち方が相手なのか。盗賊改めて出てこい。ボイスでおかしな知らせ。私も早いと思ってたのに、もういらしてたんですか。年取ると気が短くなっていけねえや。人は集まったか。町おぼりの突き当たりが多いなりそうやな。そこへ明日の晩5つに来てもね。そんなに急に。お勤めの仕掛け先は通り旗部長の部署富樫純平。さすがによく知っていなさいね。メドはもうついてるんだ。俺の一世一